あれ語でもしよう。今入ったな。では今日はヤスパースをやりたいんですけど、ヤスパース一回入れたんですけど、ちょっと失敗しまして、またやり直しと、もうちょっと聞き直したらどうも聞くに耐えない感じだった。それでもう一回入り直しですね。これですね。共有。これを拡大して、ね、ヤスパースからですね。カール・ヤスパース。カール・ヤスパースについてはですね、私は歴史の危機っていう本を書いてるんですね。歴史の危機の中でですね、前半はこれ前半はこれ見てもらったら分かります。フランシス・フクヤマのね、歴史の終わりについてのことだったんですけど、後編がね、だからこれこの後編の部分ですね。あ、ここにあったらいいか。後編の部分は、歴史、2000年代に向けてってなってますね。ここやね。2000年代に向けて。で、ヤスパースの、歴史哲学、歴史の起源と目標、ね、というのを扱っているんですけど、要するにそのヤスパースの歴史哲学についてこの本では、まあ、半分、それについて論じているんです。この本はなかなか立派な想定になってましてね、これを教科書に、して、授業をやったことあるんですけど、なかなかね、その当時ね、前期後期にこう授業が分かれるようにやったんですね。今もそれは当たり前に なってますけど、そうするとその前期と後期とは別の授業ということになったら、テキストがですね2倍になってしまうわけですね。そうするとこういう立派な想定で出しますとですね、値段が高いわけですね。こう見てもらうと分かるように値段高い、まあ、教科書代すごくかかるやんということでね、すごい不満っていうか学生の間で起こりましてね。で、もうできるだけ、その本を教科書として売りつけるのはやめてほしいみたいな雰囲気に学生の側が、まあ、なるようになってしまったんですね。それでもうその本を逆に出せなくなるんですね。一応こういう、まあ、一般教養、これやった時一般教養の授業で やったんですけど、ね、そうすると人数が何百人ってこう来るわけです。ほんならそれで教科書にしたらそれだけパッて売れるでしょ。でそれで本が出せるわけですね。だからそうでない限りこういう硬い本っていうのはなかなか売れないもんやから、出版社がなかなかつかないわけですよ。だからそれでね、業績を上げるにもね、やっぱ本を出さないといけないということでね、まあ非常に大変な苦労したことがありますけれども、だからクライシス、これ本は実は評判が良かったんですね。で全国図書館会議っていうのが会議やったかな、なんかが推薦して全国の図書館に入ったと思いますよ。ですからまあある程度の部数をはけたんじゃないかなと、本屋には損させてないとは思いますけど、まあそういう思い出がある本ですよね。まあヤスパースは歴史の起源と目標っていうのも書きまして、
歴史をですね、非常にこの大きな、まあ、視野からね捉えてます。それで グローバル化っていうのを、ね、見据えてるわけですね。戦後、これ戦後すぐに出した本なんですけど、東大冷戦が起こった頃に、まあ、出してるわけですね。で、この結局、東大、まあ、冷戦で、まあ、戦争になってしまうかわからないけど、まあ、いずれにしてもその統合されていくというそのグローバル化っていうのを視野に入れて、で歴史を大きな視点から、まあ、人類の統合というね、視点からこう捉え返したものとす非常にスケールの大きな歴史観で、あったわけですけど、やはりそういう大きな視野で歴史を捉えて、近代の民族国家っていうのは歴史的には、まあ、使用されていって、世界国家が、まあ、できていく、その過程で、まあ、いろいろ厳しい、ね、ことが衝突や戦争があったりするわけですけども、まあ、それを乗り越えて、まあ、統合していくっていうことです。そういう視点を持っていたで、まあ、非常に感動しまして、それを取り上げてですね、歴史が終焉するという議論がフランシス・フクヤマっていう人が言ってまして、つまり東大冷戦終わったからね、もう歴史はもう歴史っていうのはそういう価値観が違う、あるいはまあ階級意識が違う、その衝突があってですね、まあ、その矛盾の中で発展していくから、そういう矛盾がなくなってしまったというわけですね、東大冷戦終わって、そうしたらもうグローバル化していくから、もう歴史はもう終わるっていう、このもう終わったみたいなね、意識だったんですよね、フランシス・フクヤマ。でもこれからがそのグローバル化っていうのはなかなか簡単にはできないわけやから、これからまた歴史の本番みたいなグローバル化に向けてね、この展開していく歴史っていうのがあるわけで、それはなかなかすごい大変な歴史やから、それを考えないといかないわけですよね。まあ、そういうことでもう終わったみたいに言われたら困るわけで、まあ、そういう歴史終焉論が出て、まあ、それはその後見てもらったら分かりますように、簡単にはグローバル化は順調には進捗しないで、グローバル化によって起こった歪みみたいなのが、まあ、激しいわけでね、かえってその反グローバリズムを煽ったり、せっかく地域共同体とかいう あのヨーロッパ共同体ですね、EU ですか忘れたか、ね、それが東アジア共同体っていうのも1970年代80年代ぐらいは盛んに叫ばれてたんですけど、ね、作らなあかん、それはもう今や誰も言わない、言わないでしょう。あまりにも中国、北朝鮮、韓国、日本の関係がまあ複雑になってますからね、言われへんわけですよね。そういうふうなことでね、歴史統合というのもなかなかまあ難しい。でもこれは歴史というのは不可逆面ですよね、元に戻れないっていう、やっぱり、生産力というのは発展していくし、このコミュニケーションの発展というものはね、コミュニケーションツールの発展というのは無限に続いていくわけやから、まあ、瞬時にして世界と通信できるわけですからね、こういうのでもう世界の人が僕がウェブで入れたらですね、世界の人が見ることができる、まあ日本語で入ってるからそのアメリカの人は見ないと思いますけど、でもまあ世界中で見ようと思ったら見れるわけですね、
そういうことで、やはりグローバル化はですね、どんどんこう進まざるを得ないわけですね。まあ、パンデミックなんかあって、国際交流が一旦途絶えたりしますが、またそれが回復したら、また盛んになるわけやから。だからまあ、世界は一つになっていくわけなんですね、いずれにしても。そのことによって、その過程でですね、非常に圧力が強くなって、衝突も、まあ、起こる、いろんな困った事件も起こりますけれども、そういうジグザグを経ながら、やはり、世界は、まあ、一つになっていった方が安全ですね。例えば核兵器なんかがですね、各国が持ってですね、国防省としているわけですけど、そんなんが、まあ、北朝鮮みたいな弱小国家でもですね、大陸間弾道弾なんか性能のいいのを作っているわけですね。だから北朝鮮が怒ったら、まあ、アメリカなんか滅ぼしてしまえるとっていうふうな構えをしているわけですね。だからそういうふうな時代やから非常に危険ですよね。だから国際的なカルト集団とか、あるいは国際テロ組織とか、そういうものがありますね。そういうのでも核兵器を持とうと思ったら持てないことはない時代にこう入りつつあるわけですね。で、核兵器って大変やから、毒ガス兵器を持とうかというので、オウム真理教なんかがね、毒ガス兵器、人類の致死量をもう製造していたという、まあ、恐ろしい時代ですよね。そんな放置してると、やっぱり、人類の、まあ、いつ、その、絶滅するかもわからないわけです。それはやっぱり、民族国家単位で対立してる限り、まあ、危険はどんどん、この、膨らんでいくわけですから、まあ、いい加減にですね、国防というのは、まあ、国を、まあ、守るっていう観点やめて、地球全体の、まあ、集団的な安全保障ですね。各国は警察程度にして、軍隊を持たないような、まあ、そういう時代に入っていかないと、その代わり、まあ、国連みたいなのが、まあ、世界国家になってですね、世界全体の平和の維持っていうものを、まあ、図っていく。というふうにして、核兵器は、まあ、伝播していくというふうな方向でですね、いかないと 人類が滅んでしまうわけだからね。だからその辺のところをやっぱり見通して、地球の歴史っていうのを大きくですね、捉え返す視点を、まあ、ヤスパースは持ってたわけで、その辺のやっぱ継承しないといけない。わけですね。それで、ヤスパースに、まあ、具体的に入ってきますけど、ヤスパースはその機械と大衆の時代っていう、こう表題にしてますけど、現代の精神的状況という本を書いてるんですね。現代の精神的状況という。どこやったかな。あれ？あったんですけどね。あ、これですわ。この Die geistige Situation der Zeit という、これ時代の精神的状況。それ現代の精神的。そこでは機械と大衆の時代だって言ってるね。これはまあ産業革命というものが18世紀に起こって、17から18にかけて起こってね、イギリスで。で、それがまあヨーロッパに広がって、19世紀にはまあ全世界、まあ、に広がっていくわけですね。で、そういうわけで大量生産、大量消費の時代になったわけで。それで機械が、まあ、大量生産する機械っていうものがあって、
同じ品質のものをですね、みんなが買うわけで。だから、みんなが結局その機械によって大量生産されたものを欲しがってもらわなきゃいけない、ね。だからそういうみんなの神聖というか心、欲望の姿が、まあ、一致するわけですね。だからあまり個性の強い人はそういうの嫌やから、みんなあの個性がだんだんなくなっていって大衆化するわけですね。で操作されてしまうわけですね。ある意味ね、機械によって作り出されたものを欲しがるように、あの操作されているわけですね。で機械と大衆の時代と、でそういう大衆の、まあ、要求にある程度応えることができれば政権も維持できるっていうことですね。だんだんこの民主化されていくわけやから、その大衆に支持されないといけないわけです。で大衆さえ支持してくれれば、まあえげつないことでもあのできるというか、ということがありますよね。だからあの第一次世界大戦でもですね、あの大衆が求めたわけですね。ある意味あの、長い平和っていうものがあって、まあ飽き飽きしていてね、でそれぞれのやっぱり民族の民族国家の、利権とか、そういうものを、ね、あの打ち出してですね、よその国に負けてられないっていうような感じになって、もう平和に飽き飽きしているとですね、逆にその戦争を求めるようになりまして、であの戦争が第一次大戦なんか起こったわけです。大衆の、まあ、要求というのが強かったんですよね。まあ、だからそれで戦争になったけども、まあ、その結果恐ろしい、まあ、たら大量殺戮が起こったわけですね。それであの戦争というのはもうゴリゴリっていうか、であの高級平和を願うようなね、国際協調の時代っていうのどうでしょう、それはもう次の戦争やったらもう人間滅んでしまうんじゃないかなと思ったからね、まあだから機関銃とか毒ガスとか、そういう大量殺害の、まあ、手段ができたわけですね。で飛行機も登場したしということで、あまりにもですね、戦争が恐ろしくなったんで、そういうことですわ。第一次大戦後ね、一時だからすごい平和運動というか、だから国際連盟とかできてね、戦争しないようにしようと。だから戦争放棄の条約ですね、ケロッグ・ブリアン条約というのもできたりしたんですよね。まあ、そういうのをやっぱりきっちりあれやね、勉強しておかないと、学校の先生になる人は特にそうですね、勉強宣伝ね、宣伝の歴史っていうのは日本が中国大陸で、侵略を拡大していきまして、それで第二次世界大戦に突入してしまったんですけれども、ああいうのもですね、正式の宣戦布告なしにどんどん戦線が拡大されていったんです。それはなぜかというと戦争放棄してたわけですね。だから衝突とかいろいろあってもね、これは戦争じゃないんだと、治安維持のために出動しただけだという感じで、全部そういう形で作ろうとったから、それがなかなか収拾つかなくなって、どん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 拡大していったわけですけど、それで、いや、戦争じゃないっていうような感じでやってるんですよね。まあ、それは、まあ、逆に言えば、その戦争放棄っていうのがあったわけです。全世界的に、ケロッグ・ブリジャン不戦条約というので、で、日本は戦争なんかしないっていう、ということなんですけど、で、実際はやってるわけですね。だから、
その平和への気球というのはもう全世界で非常に強かったんだけども、日本人もそう思ってたわけやけども、でも自分らやってることはこれは平和維持のためであって、あ、東洋平和のためだということですね。満州事変を起こしたのも満州の治安が悪くなったから、みんな安心して働けるようにするために、満州の、超閣僚の、まあ、軍隊では満州の治安は維持できないんだから、だから日本軍が代わりにやったんだということですね。そういうふうに言って、結局日本は平和を求めてると、東洋平和を求めてる、それに反対してるのが中国の国民党である、あるいは共産党、まあ、そういうふうな発想で、自分のところは正義っていうことでやっていって、それに反対するのを抑えているわけやから、これは何もね、悪いことしてるわけじゃないんだということでね、もうほとんどの国民はそういう気持ちそういう気持ちになって、まあ、客観的に見たらどうですか。客観的に見たら日本軍が中国に行ってね、めちゃくちゃ暴れ回ってるように見えますよね。それはやっぱりダメで、民族自決っていうのを認めて、中国からは手を一旦手を引いてね、で中国が求めてきたら協力するというふうに、経済建設ね、工業建設、平和的に協力するというそういうスタンス取ってたら、まあ、両方ともね栄えてるし、中国の内戦も、まあ、収拾できたと思いますけれど、で、まあ、だからね、まあ、その話したらちょっとヤスパースになりませんけど、でヤスパースはだから現代の精神的状況というのを、機械と大衆の時代であり、同時に精神分裂症の時代だと言ったんですね。そう、今統合失調症と言いますけど、要するに自我の統一が取れないわけですね。いろんなイデロギーに、板挟みになりましてね、どっちを取っていいかわからない状態で、まあ、コロコロ、イデロギーも変わるし、好みもね、流行はどんどん変わっていくからね、この自我の統一がなかなか取れないということで、だんだんこの個性を崩壊したからですね、まあ、そういうこともあるんですけども、人格が確立していないわけですね。人格の喪失なんていう言葉もあったぐらいですね、だから分裂しやすいわけですね。自我が確立してないから、まあ、そういうことでね、で、平均化、確立化、唯物化された精神というね、それは自己自身に意味を持たない、自分自身の自我を確立して、精神確立して、その目標に向かってっていうふうなんではなくて、時代の流行に合わせてこう生きていくという感じになりますからね。で、巨大な工業文明の中で無力化し、そしてその手段化されるということですね。まあそういうことで、そういう精神状況やと。そういえば、まあ人間は、まあ限界状況というものがあるんやということですね。この限界状況というのがヤスパースの、まあ、考えた言葉で非常に有名ですよね。で、実存主義者はこの限界状況という言葉をよく使います。それはどういうことかというと、人間は、まあ、巨大な、まあ、産業機構の中で、大量生産される製品を消費してですね、で、まあ、サービス満点の、まあ、いろんなものが、まあ、富にあふれていて、まあ、その中で、この感覚を麻痺させてですね、生きていれば何もいいじゃないかと思われるかもしれないけれども、必ずその限界状況というものが実は あるんだと。だからそれを自覚しないと本当に生きることはできないと。ただ、まあ、この
巨大な産業機構や国家機構の中でね、そのねじくになって機械的に生きているだけでは本当に生きているとは言えないっていうことで、その限界状況を見据えることによって主体的に生きることができると。じゃあ限界状況って何かというと、まあ、乗り越えられない壁やというわけね。逃れ得ぬ、乗り越えられぬ壁ならばもがき苦しめ生きし証しどということを、限界状況の説明になってますけど、要するに逃れられないで乗り越えられない。だからよくあの限界状況を乗り越えないといけないということが言われますけども、ね、それは限界状況だったら乗り越えられないわけです。限界やからね、乗り越えられないという意味なんですよね、限界状況。でニーチェはその人間の限界を乗り越えるって言ったわけです。だから限界状況をやってやれんけども人間としては、でも超人になることによって乗り越えようということですね。だからめちゃくちゃ難しいことを言ってるわけです。だからヤスパースはそんなまあ無理やと分かってるから、その乗り越えられないことを自覚して、乗り越えなくてもですね、その中で、一旦絶望してね、乗り越えられないことやから一旦絶望して、そしてその有限な中で限られた中で限界の中に、まあ、永遠の意味を見出して、納得するということによって真に生きることができるって言ったわけですね。限界状況は乗り越えられないっていうことですね。だからじゃあどんな限界状況があるのかっていうところを4つ挙げてるの、4つね。まず死ぬということは乗り越えられない。生まれたからには必ず死ぬわけですね。だからあの全ての人にまあ死は巡ってくる。死んだらおしまいっていうのはもう真理であってですね、乗り越えられないわけですね。だからあの死を乗り越えると言ってるわけじゃないんです。あの人間の生命は有限であると。だから有限な生命の中に永遠の意味を見出して生きるしかないと。つまり永遠に生きようという希望はもう絶望するしかないわけですね。絶望しなさいということで。その代わり有限の人生の中に無限の意味を見出しなさいという。でそれがあの限界状況を乗り越えることやというふうにまあ解釈する人もあるけれども、ヤスパースが言いたいのはその死は乗り越えられない、限界状況が乗り越えられないよということを言ってるわけですね。そういうことで。で、あの、まあ、苦しみっていうのもね、乗り越えられない。まあ、苦しみは、一個一個の苦しみは確かに、あの、病気で苦しんでた病気治ったら、その苦しみなくなりますけど、また病気になるでしょ。だから必ず苦しみが次が次でやってくんだよね。だから、苦しみの連続である人生がね、それは乗り越えられないから。それは苦しみの連続だということを納得してね。で、その苦しみと戦うことに意味を見出す、意義を見出す、やる、生きがいを見出す。そしたら苦しみと戦うことが楽しみっていうか、になりますよね。だから苦しみ自体は乗り越えられないわけです。でも苦しみと戦うことによって自分の可能性を開花させることができるので、そこにその、まあ、人生の意味がね見つけられるわけですよ。だから限界状況に立ち向かうことによって、人間は自分自身に対して、非常に肯定的な生まれてきてよかったと思うわけですね。でも苦しみの連続やからもう死にたいっていうのではあかんわけなんですよね。苦しみの連続であることはもう認めてなしゃあない。そういう意味で苦しみから逃れるということに対しては絶望しなしゃあないわけですね。で絶望してもええやんかと。
でもその苦しみに対して対処する、ね、ことによって、まあ、どんなふうに対処したらいいか、対処する、そういう工夫することによって、その生きがいというものがそこから出てくるわけで。罪もそうですね。人間は生きている限り、ものを食べて生きるし、まあ、家を建てたり服を着たりする時でも動植物をですねいっぱい殺してやってるわけですね、だからまあ、自然の中では、まあ、それを罪というかどうかは別ですけど、まあ、仏教なんかやったらそれは罪にあたるわけですね、そういう罪からは逃れられないわけです。でやっぱりこの近代社会というのは利害の対立する社会やからね、自分が利益を得ようと思ったら他人の利益を侵害することが多いわけだから、どうしてもその人を傷つけて、まあ、生きるということは、まあ、それ罪としたらね、その罪からは逃れられないわけです。そういうことをやっぱり自覚した上でですね、自覚した上でそれでもですね、どう生きるかっていうことですね。自分の利害、を追求せんでもええっていうわけにいかないからね。そういうお互いに、罪を犯しながら、常にその在籍の気持ちを持ちながらもですね、その代わりその分自分は社会に貢献するとかね、まあそうやって、生きる道を見出していく、生きる意義を見出していくというかね、そういうことですわ。それを罪と思ってない人もいるでしょ、人に迷惑いっぱいかけてて。何でもその罪なんかじゃないと思ってる人が多いですからね、まあ、それとはダメやね。で争いっていうのもそういうこと、まあ、同じことですね。利害の対立っていうのがあるから必ずこの争いがあるわけですね。だからその争いでもって、争いに、まあ、参画せざるを得ないわけですね、生きていこうと思ったら。だからその争いから、ま、逃れようとしてもですね、逃れられないんですから、その争いの中で、自分を実現し、そうして、まあ、争ってる相手も、まあ、救えるような争いの仕方っていうのを考えるとか、まあ、争いのないように、まあ、持っていくとかね、いろいろ工夫し、でも争いがあることは避けられないですね。まあ、世の中いろいろこう間違っているというか、と思ったら、戦わないと改善できないですよね。だからその戦い抜きにはそれは無理よね、だから戦わなきゃね。ね、いや私は戦いませんとか言ったらね、どんどん立場が悪くなっていくからね、そういうことで、まあ、そういうことでね、それをみんな書いてあるんですよ。で問題はだからそういう4つの、まあ、限界状況に直面しているんだから、それはどれも乗り越え不能の壁なんだから、乗り越えなさいって言ってるわけじゃないんです。だから乗り越えられないんだけども、一旦絶望した上でですね、それを、まあ、生きるということ、限界状況を生きる。つまり死っていうものを、まあ、確保して生きると。あるいは、その、罪をですね、意識して生きる。争いを意識して生きる、苦しみを、苦しみと立ち向かう常にね、そういうことです。
そういうことによって本当に生きるということができる。それから避けて、まあ、そういう感じないように、まあ、娯楽っていうのがあると、そっちに走ってですね、忘れようというする。それでは本当の、まあ、自分のなすべきことっていうのができないわけですね。自分の成長もできない。一番の問題がその4つの限界状況ですから、その一番重要な問題取り組んでないかったら、自分の能力も発揮できないし、成長もできないわけですね。だから、絶望、決断、改正、つまり絶望して、そして限界状況を受け入れて、その中でですね、どう生きるかっていう、その特に意味を見出す。そのことによって真に生きるっていうことですね。だから、それを改正という、生き返るみたいな。本当にこう生きることができるということですね。新しくこう 生きる意味を見出してね、生きること。そしてその場合に限界状況からですね、逃避しようとする人ももちろんいるわけですね。まあ生きづらい社会やから、そういう煩わしいことを忘れてですね、娯楽というものが提供されてですね、逃避してその限界状況から逃避するように仕向ける装置があ るわけですね。でそうなるとそっちに逃げちゃう人がおって、自分の限界状況と取り組まないから、その人はせっかく生まれてきたのにその人の本領を発揮できないわけですね。でそれではダメだから、限界状況と取り組むようにですね、働きかけなければいけない。ただしその限界状況というのは一人一人全然現れ方が違うので、人の限界状況というのはよくわからないわけですね、他人のことは。だから いらん口出しをして、傷つけたりすることもあり得るから、これは恐ろしいんですけれども、しかし本当に愛する人に対してですね、ほっとけないわけですよね。ですから実存的交わりっていうのは、その限界状況から逃避しないように、立ち向かうように、この、お互い励まし合うということですね。それを堂々と指摘してね、そうするとね、その、要するに愛するがゆえの戦いになるんですね。それを実存的戦いっていうんですけどね、愛しながらの戦いですね、実存的交わり、愛しながらの戦いっていうこというですね、これが難しいですね。実際君ら学校の先生になる人が多いんですけど、その学校の先生になると、生徒はすごくいろんなことで傷ついて、悩みを抱えているわけですよね。ですからいろんな形で問題を起こしたりするわけですね。先生がそんなことではダメや、こうせあせってこう言った場合にね、余計傷つくわけなんですよ。だから、相手の抱え込んでいる問題というのをよく理解した上で、適切なアドバイスをしなければいけないんですけれども、しかし、やはり、厳しくですね、その逃避しようとする行動、あるいは歪んだ形での、拗ねたような行動に対してですね、出席して、ただしその実の限界状況を見据えて生きるようにですね、の指導をしなければいけない。これは愛しながらの戦いで、なかなか難しいんですね。特に現代はうつ病とかいろんな精神病がを抱えている人が多いので、
真剣に指導しすればするほどですね、心が壊れていくということもあり得るんで、そこが難しい、指導の難しいところですね。だから愛知らの戦いだから、まあ、確かに大変なんですけども、そのやり方はやっぱり医学的な面も考慮してやらなければいけない。ただ熱血先生で、熱意でもってですね、動かせばいいっていうのでバンバンやったら余計に追い詰めてしまう場合もありますんで、そこは考えないかんが難しいですね。そういうことでね。で、まあその次、その包括者ですけど、これがまた実存主義の勉強の中で一番難しいですよ。そのハイデガーでも存在者と存在の区別という哲学的な問題がありまして、これも難しいんだけども、まあ、ヤスファースのこの包括者っていうのが難しい、根本的に難しいですね。でもこれはやっぱりちょっとやっとかなあかんなと。これなぜかというと、この前包括的ヒューマニズムっていうのやりましたね。僕の考え方としてね、人間っていうのをただ身体的な諸個人、とその、まあ、身体に宿る人格、とに限定するんじゃなくて、生産手段、社会的な所持物だとか環境的自然も含めた人間存在というものを捉えなければいけないっていうことでね、人間というカテゴリーに、まあ、全てを包括するような捉え方で、包括的ヒューマニズムって言いましたね。まあその包括者って、包括的っていうのを、包括はこのヤスパースの包括者から来てるんですかってよく質問されるんですよ。で、そうではないとは言えないんですよね。影響はかなり受けてるみたいな感じします。ですから、まあそのこともあって、これでちょっと触れておかないと難しいから、パスというわけにいかないなということがあります。で、包括者とは何かっていうかですね、見るものと見られるものも包み込むコスモスにして我なる存在と。だから見るものと見られるものがあったら、見るものは主観ですね。見られるものは何か対照的な人物。例えば、まあ、ボールペン、赤ボールペンで、見ている主観がありますね。私がいる赤ボールペンを見ているとしますね。そうしたら、見るものも見られるものを包み込んでいるものは何かと。包括者ね。それは何やということですね。そういう見るものと見られるものを包み込んでいる存在、包括者は何か。それはある意味その世界やということですね。コスモスである。で、しかもそれは何やというと、それは実はこの見えている、現に今ここにあるこの赤ペンしか見えてない。こうやって見たらいろんなものにいっぺんに見えるけど、焦点をここに合わせてこれしか見てないとしますね。だ、見えているのはこれだけやとしますやん。だ、まあ、今世界にあるのはこれだけ。これが全ての世界を今意識としては包括してるわけですね。これしか見えてない。これしか今、現に今ここには存在してないわけやから、これは世界を包括してるわけですね。この現に今ここにあるボールペンが。つまり世界はこれしか今見えてないとしたらね、これ世界を
包括して現れてるわけ。だから世界はどこかにあるんじゃないんです、どこか外にあるんじゃなくて、世界は存在ですから、現に今ここに存在しているから世界なんですよね。だからそれは現存在として世界は存在しているわけなんですよ。いや、そんな世界の概念からっておかしいじゃないかと思う人もいますよね。確かに、要するに、世界っていうのはあれこれっていろんな事物があって、それの全体が世界やいう人がいるからね。まあ、そういう世界概念ももちろんあるわけだけどね。しかし世界っていうのは、その今現れているのが世界だから、この世界はとか言うでしょ、何々の世界においてはとか言うでしょ。だからそこしか見てないから、そこしか見えてないから、それが世界なわけですよ。だからその世界っていうのはもうそこ、その見えているものの外はあるかもしれないけども、それはあるかないかは、まあ言ったら水量なんですよね。だからこの部屋の外は見えてないですから、あるかもしれないけども、それは我々生活の中でね、この部屋に入る前にどこにいたか考えたらね、外にいたわけやから外はありますよね。だから絶対あるんやけど、でもそれは水量なんです。今はないわけやから、その経験から推量してるわけ。だからそういう今現に見えている、この現に今あるのが存在だと、現存在、実在だとしたら、その実在の中に、まあ、この今この現れている世界の外のものも、があるとしたら、この現れているこの実在の中に全部それは、まあ、こもっているから、こもっているということになりますよね。そういう意味で考えたら、その包括者なんですよ。現に今ここにある、例えばボールペンが現存在として現に今ここにあるという存在で、ボールペンしか見えてない、ボール意識に現れているのはボールペンだけであるとしますね。そしたらこのボールペンの中に、全てのここから前から推量していったら、全ての世界が あることが分かりますから、この現存在は世界を包括している包括者でもあるということです。だからその現存在というのは、例えばこのボールペン、今言ったけどボールペンが現存在だけども、それは意識は私の意識でしょ、私がボールペン。だから私の意識が現存在なんです、ボールペンである。だからそのボールペンが私の意識と考えたとき、私自身が現存在になるでしょ。現に今ここにあってボールペンを意識して、私自身が現存在、私が存在するということは世界が存在する。ここから推量していったら世界があるからですよ。何か食べたから今喋れるわけで、何か食べたものがなかったって喋れないわけですから、だから私が存在するということは、私が食べたものも存在するということですよね。私の中に全部入ってる世界が、だから現存在は、包括者であると、世界を包括しているということが言えるわけですね。まあそういう包括者っていう言葉はなかなかすごいですよね。だからそれは包括的ヒューマニズムと関係あるでしょ、やっぱり。身体的な存在としての諸個人だけではなくてね、全てのものもその人間に包括するっていうことやから、まあそういうことでね、やっぱりヤスパースやって、まあ、この本書いたりしたんでね、その包括者っていう概念が頭にこびりついてる
ので包括的ヒューマニズムっていうのも出てきたということが言えるかもわかりませんね。で存在そのものである包括者とね、我々がそれである包括者にこう分けてるんですよね。ヤスパース分類してるわけ。で、まあ、世界っていうものは全てのものを包括してるから包括者ですね。それから超越者っていうのは何かというと、これはまあ超在と思いますけど、超えた存在ということですね。でこれは神のことを言ってるわけなんですよ。だから神というものはもしかなければ、世界は神によって作られたとしたら、世界も存在してないはずだし、私も存在してないはずだし、だから神の中に全てが含まれているということですね。だからそれは包括者であるということになるわけですけど、しかしその神も我々がいろいろ毎日意識している事物ありますね。事物から人間もいるし、社会もあるし、いろんな関係がありますね。そういうものが完全に離れてですね、どっかにあって、で勝手にこう世界を作ってるとしたらね、そういうものは縁がないわけやから、その神というのはですね、認識できないはずなんですよね。でも、その世界の中にね、あるいろんな事物とか、人間だとか、いろんな交わりだとか、いろんな体験の中にね、永遠を感じたり、絶対的なものを感じたりすることによって神を感じるわけですね。神っていうのはだから現存在や意識や精神の中に、あるから、あるよ。だからこれらは包括者ですから、神も実は包括されてるんですよね、ある意味。で逆に言えば神の中に全部包括されてるけれども、だから我々がそれである包括者の中には、まずさっき現存在いません。意識一般っていうのは何かというと、全てのものは意識として現れるわけです。現れているものは意識でしょ。宇宙かって星とかいろんな形で意識されているから宇宙というイメージがあるわけです。イメージは意識でしょ。だからそういう意味で、イメージを離れた宇宙が、宇宙のイメージを離れた宇宙があるかって言ったら、何も意識じゃないものは見えないわけやからね、あるとも言えないわけですよ。そういうわけで全て意識の姿で現れるから、意識が包括者だっていうことですね。それも精神、単なる意識ではなくて精神でないと意識しようと思わないわけです。意識できないわけ、言ったら関心がないから。精神っていうのは何かこう事物が意味を持って、事物とか出来事とかね、いろんな存在が意味を持つわけですね。フォーリンダブランクするときに、ある女性が自分にとって何かすごい意味が生じるわけですね。それで、どっかもう引っかかってしまって、離れられないというか、そういうことですよね。意味を持つから、包括者になるわけですね。だから全てのものは、このボールペンでも、今なんでボールペンを持ってきたかっていうことやけど、この要するに包括者説明しないかんと、何か持ってこなあかんというわけで、ほんで赤いボールペン持ってきたわけですね。
なんかそこにこう意味が与えられたわけですよ。大岡氏を説明するという意味が。だから精神の表れなんで、これもね。そういう意味でね、すべてのものは精神として存在、意味付けられるから、精神の中にすべて包括されるわけですね。だから大変ですよ。すべてのものは精神を持っている、あるいは精神の表れであると。だから人間はそれをですね、意識し、それに対して対応するわけですね。でそれは全部実存なんです。実存実存ね、実存って何かというと、その要するに限界状況を踏まえて、んで死とか、死とか苦しみとか争いとか罪とか、そういうものを、そういう、まあ、避けられない壁やね、抱えてる問題やね、そういうものを意識して初めて、生きなければいけない、自分は何々しなければいけない思うわけでしょ。でそれで、じゃあ何するかというので、まあ、いろいろやってるわけです。だから人間生きている、息をしていることも含めてですね、それはやはり死というものがあるからであるわけなんで、だから全ての些細な行動でも、無意味に思えるような行動でもですね、実存の表れであるという意味で、実存は全てのものを、まあ、包括している、包括者であるということなんですよ、ね。だからそういう、だからこの、まあ、1,2,3,4,6つ書いてあるけど、これ別それぞれ別のものやと思うと飽きませんよ。だから世界も超越者も現存在も意識一般も精神も実存も、皆包括者の姿なんですよ、ね、包括者の姿ということで、だから包括者っていうのはなんか神でね、超越してどっかにあるみたいなものがありますね。皆全ては包括者の姿で、あり自分自身も包括者の現れやから必死になってやってるんですよ、いろんなことね。で自分の中に世界があるから、世界を場合たら背負って生きてるわけです。そういうふうに考えて、取り組んでいかなきゃ、ね、全てね、仕事でも何でもね、やっぱりこのなんかラーメン屋さんバカにしてるわけじゃないけど、ラーメン屋さんがラーメンを作って出すとね、それで生活していこうと思ったら大変ですよ、これ。だってもうこの頃ラーメンなんか、マルちゃん製麺でもね、なかなかよう工夫して作ってませんやん。だからそれよりまずかったら誰も買ってくれへんね、ラーメン屋やったって。マルちゃん製麺やったらね、500円で売ろうと思っても、いやあれやったら200円ぐらいで、キャベツとか肉とかちょっと全部出しても200円ぐらいしか払えへんかということで ね、それよりもそれでも結構おいしいとしません。ほんならそれで500円で店作ってね、すごく食えもう客おらんようになるからね、やっぱり大変なんですよ。向こうを張ってこうやらなあかんわけ、そこに自分の宇宙というか自分全存在かけてね、作らなあかんわけですよ。だからその中にやっぱりこう生きる意味とか全部こう込められてるわけですね、ラーメンの中にね、宇宙が入ってる、包括者になってるわけです。それぐらい考えないとね、そういうことですわ。だからまあどんな仕事でも、まあ、仕事はあげに限らへんけどね、いろんな活動をする場合もそこに世界が入っていると、ね、全存在が入っていると包括者やと思ってやらなあかんし、まあ、自分自身も、世界を背負ってる包括者やと思ってね、やんないと
いけないということなんですよ。包括者という言葉はすごいですよね。だからその全ては包括者のこの現れ、いろんな見るものと見られるものっていうの、ね、包括者の現れなんだ。例えばこのこればっかり言う、この赤ボールペンっていうのが、まあ、全然、見えてる、これしか見えてない、これしか存在してないと しますけど、しかしこれはあの見えてる以上、これを見ている人がいるはずやというので、見ている人を包括してるわけね、これ。ね。ほんで、あの、この意識にこの赤ボールペン現れるということは、赤ボールペンという人物が、まあ、あって現れてるやろということで、人物を包括してるわけですね。ほんで、あの、今見えてるのは赤ボールペンだけだということは、赤ボールペン以外のいろんなものがあるから、これ赤ボールペンあるわけやから、以外のものを赤ボールペンがこう包括しているということですね。だからその主観とか客観とかいろんな多様な事物とかいうものを全部包括する包括者が あって、それが赤ボールペンになって現れているわけです。で、赤ボールペンの現れであるという。で、赤ボールペンの中に包括されているものも、その包括者の、現れやということですね。だから赤ボールペンを見ている私っていうのも赤ボールペンに包括されているわけやけど、だから包括されてるから包括者じゃないというわけじゃない。それは包括者の現れだから赤ボールペンを見ている人っていうのは赤ボールペンという包括者の、包括者からこう、包括者の現れとして、包括者から推測されるわけですね。だから、見ている人も、赤ボールペンという現存在の現れとしてから、類推されるものとして存在して、包括されているわけです。で、包括者の現れとして見ている人、見られている赤ボールペンもあるわけやから。だから包括者の両面やいうことですね。両面であるということ。あのだから存在しているものは実在は包括者なわけですね。まあだからあのギリシャ哲学で言ったら、そうなんて言われても、ギリシャ哲学なんか知らんわと怒る人おるからね。まあ言ったら、存在者は一者であると。一つのものが包括者、一つのものが存在しているだけなんだっていうふうな考え方ありますから、それの影響もあるかもわかりませんね。包括者は一者。一者のことを言ってるかもわかりませんね。ヤスパースはね。そういうことで。で、あの、見るものと見られるものは包括されて、包括者の両面として把握される。主観客観が結局包括者に統一されているということですね。まあ、そういうことで、それで、まあ、あらゆる意識や存在はその時代の精神的な課題を背負って存在しているから、その精神に包括されているわけですね。だから精神も包括者になっているということでね。だから常にその時代の精神を理解して、そこからですね、その存在というものを、考えていかなければいけないんですね。今の時代は、まあ、どういう時代なんかという時代の姿をよく理解して、でその中でその精神を担って生きていかないと、それと関係ないことをやってたら置いていかれてしまいますよね。
だから、そういうことで、すべて精神、として現れているので、精神も包括者。で、そういう精神というのは、実存の姿ですね。実存というのは、現に今ここにあることの意味を問うわけですね。それは限界状況というのをね、見据えて一回絶望して、ね、でそれでもこう生きようという時にどう生きるかって考えるのが実存ですよね。でその実存によって精神的存在になっていろんなものの意味を考えるわけだから精神になれるわけですね。で実存こそが包括者であると。で実存っていうのは我々が現に今ここにあるっていうあり方ですね。現に今ここにあるのは、なぜかということを考えながら、それは限界状況と立ち向かっているということですよ。これはまあ無意識かもしれない。まあ無意識な人もいるわけですね。ほとんど限界状況なんか意識してないっていうのは関係あれへんという人がおるけども、まあそれで結局酒飲んだり博打したりで、ね、して、限界状況が関係あるかみたいにやってるけど、なぜ酒飲むか、なぜ博打するかということですよね。それ考えたら、その限界状況があるからなんですよ。人間死んでしまうんやから、どうせ。ほんならもう死を待ってるだけやんか。もうそんなこと考えたら落ち込むから酒でも飲んで忘れたいっていうので酒飲んでるわけですよ。まあそういうことですね。博打打ってるのもそんな忘れたいというで博打打ってるわけ。だから、その実存なんですよ。やっぱりそう現れなんですよ。実存してないから博打打つ酒を飲むんじゃないんです。そう実存のその人の仕方で逃避という形態を取ってるわけですね。で、それでは真に生きることにはならないよっていうことで、実存的愛しながらの戦いね、実存的交わりで指摘して、本当にどうすんだね、っていうことでやんなあかんっていう、まあ、そういうことですね。難しいな、俺は。だからね、まあ、あれですよね。そういうのを一回聞いて分かるような話ではないことは確かにね。ここにヤスパースの包括者と包括的ヒューマニズムの関連とか言って、さっき言いましたけどね。そういうことなんですよ。で、主観客観認識図式とその彫刻っていう。これはまあ、要するに、リンゴという客観的事物と、主観がありますね。で、主観の中にこうリンゴがこう認識されていると。で、この認識されたリンゴとこの客観的な事物のリンゴが、まあ、一致すれば、この認識は正しいっていうのが主観客観認識図式って言われるわけですね。ただし、そのよく考えるとこのリンゴ、客観的な事物のリンゴというのはどういうものかというと、まあ、色、形、匂い、感触、重さ、そういうものは全て感覚的な意識なんですね。だから意識の統合として客観的に事物は存在しているわけやから。だから頭の中にリンゴの像があるんじゃなくて、現実に人間の体の外に人間の意識の統合がなされて、それが事物なんですよ。それが事物なんです。だから頭の中に意識があるんじゃなくて、まあ、外の客観的事物が、事物に見えてるものが、これが意識の現れなんですよね。ここに意識してるわけなんで、外に意識してるわけで。頭の中が、の中に像があるんじゃなくて、外に見えてるわけですね、像は。で、これは客観的事物は、
人間の意識の統合なの。このボールペンは人間の意識の統合で、これが人間の意識なわけなんですよ。いや、これ意識じゃなくて物やんかと思うかもしれない。その物っていうのは、例えば色や匂いや形や、そういうみんなここにあるわけですね。体の外に、まあ言ったら焦点を結んで、あるわけ。だから頭の中にあるという認識の、これ反映論という、頭の中にこういう像ができてるんだよと。で、ただその人間の意識のやり方で、この外にあるように意識、されてるんだよっていう。意識の働きは頭の働きだよ。頭の中に本当は像があるんだけども、それが外にあるように見えてるんだよっていう、こういうのをデカルト的反映論というんですね。それに対してカントは、この事物に、事物っていうのは色や匂いや形や、そういうみんな意識の統合やから、事物というのは結局現象であり、その意識の、意識の塊やから、これが、まあ、実は像な、現象という意味で像なんですね。像なんであるということで、こういうのを構成、ここに意識、人間の体の外にこの構成してるわけね。この赤ボールペンとして意識を構成してる。だからこれ構成説というんです。カントの場合構成説で、それと客観、主観客観図式の彫刻という場合は、だからこのリンゴも意識でしかないと、主観の意識でしかないということですね。だからそれは客観的な事物と思われているけど、その客観的事物というのも主観の意識でしかないから、主観と客観は別じゃないということで、主観客観認識図式の彫刻という意味になるわけですね。ただカントの場合は、でもその意識が現れるのは何かものがあるからやと、外からの刺激があるからですね。ですからその現れていないものがなければ、この像を結ばれないやろうと。つまり頭、感覚器官に刺激を与える等のものがなければ、ね、だから感覚の塊、になっている事物の外にですね、事物とは別にその原因になる何かがあるかもしれないけれども、それは意識にあられてないとしたら、それは認識できないと。意識にあられたもの、つまり人間の感覚が、諸感覚が統合されたものしか現象してこないわけやから、人間の意識にあられてないものがないとは言えないんですね。この認識するためには意識に現れていない何かがなければ意識できないかもしれないですけど、それは分からない、どんなものか。それをもの自体といって認識、カントは不可知論、つまり人間の認識は有限やからね、全てを認識しているわけじゃない。だから人間の意識に現れたものは世界のごく一部やと、その世界があって、認識されるものも現れてこれてるわけやから、もの自体、あるいは宇宙存在みたいなものは認識できないっていうことですね。まあ、そういうのがカントの、まあ、不可知論なんですよ。だから、まあ、そういうことで、主観客観認識図式の彫刻というのは、客観と思われてたものが主観の意識でしかないから、主観と客観は別じゃないっていう意味ですよね。認識図式彫刻している。まあ、バークリーが事物は感覚の束だって言ったんですよね。でそれをまあ前提にして、カントはそういう
構成説を唱えたということなんだ。だからそれを主観客観認識図式の彫刻で、主観客観認識図式を彫刻を前提にして、まあ、あの崩壊者の議論も成り立っているということですね。だからその現れてくる、ものはですね、全てのものを言ったらそれ自身が包括している包括者の現れやということですね。まあ、そういうことでだから包括者という言葉によってね、まあそれ何を意味しているかということで、これいろんな見るものと見られるものは包括者の両面いう言葉を覚えてほしいね。それ、我々は、まあ、赤ボールペンがあるとして、この赤ボールペンをは見られるもの、ね、見るものは私だとしますね。でも現に見えてる、現に今ここにある赤ボールペンしか見えてないとしますと、赤ボールペンっていうのが 現存在になるわけです。現に今ここにある現存在になるから、ここに、全てが包括されるわけですね。包括者になっちゃう。その包括者の両面として見られるもの、つまり赤ボールペンとして見られてるものが、まあ、あるとしますね、それは赤ボールペンやけど、それと見ているもの、これはその赤ボールペンが 見られている以上、見ているものがいるはずやから、見ているものがいることがあるから、赤ボールペンというものが存在しているわけですね。だから包括者、赤ボールペンと赤ボールペンを見ている人、その包括、両者を包括して、包括者の両面が赤ボールペンであり、見ている人でもあるということです。で、見ている人っていうのが別に赤ボールペンと別にあるわけじゃない。赤ボールペンしか、まあ、意識に現れてないとしたらね。だからそういう包括者っていうものの、まあ、全ては現れであるということですよね。まあ、そういうことでだから世界は、まあ、包括者の所相であるということなんですけどね。で、まあ、最近そのマルクス・ガブリエルという人が、世界は存在しないとか言ってますけど、それはどういうことかというと、いろんな事物があってね、でその集合が、まあ、世界としますやん、ね、その集合というか包括するようなその世界というのはあるんかということですね。私が見ている世界と別の人が見ている世界とありますよね。でそういうのを、まあ、包括するも、世界があって、あるから私が何か見れるわけですね。で他の人もでもその包括するっていうことができるのかと、それはできへんから、まあ、できへんちゃうかってガブリエルはね言うわけで、でそういう包括するような包括者としての世界っていうのは、まあ、ないというか存在しないということを前提に立って、人はまあそれぞれの立場でいろんな解釈して、まあ、存在 しているという、だから調整しなければいけないっていうふうなことを言ってるわけですね。最初からこう世界っていうものに包括されてて、それの世界によってば調整、できるというんじゃなくて、そういう包括するような世界っていうのはないんだと、世界は存在しないと。だからそれぞれの人はそれぞれの世界を作って生きているから、そのそれぞれの世界をこうぶつかり合うわけで、
それを、まあ、自分の世界観、自分の世界、だけに固執してですね、人と、争ってたら解決がつかんから、まあ、調整していかなあかんっていうふうなことはそういうこと言ってるらしいですね。あのマルクス・ガブリエル、まだ、まだちゃんと勉強してないからね、それもやらなあかんのですけどね、毎日文化センターの、次のシリーズの最後にガブリエルのこと言おうかなと思ってるんですけど、まあ、それこれから勉強するわけなんですけど、まあ、そういうことでね、難しい、まあ、そういう ここも読んでおきましょうかね。神である超越者も包括者ということになっていますね。超越者という限りは、神は人間の意識現象から超越した存在という意味にも取れるわけですが、包括者だという限りは、既成の事物の集合を世界として捉えれば、神は世界から超越した存在だけれども、主観の意識も客観の事物も包括者の両面として、存在の根底に包括者を捉えれば、神対人間も実は包括者の両面になりますから、こと事物的世界観では、つまりいろんな事物の集まりとして世界となる。だから神はそれの別やとなりますよね。そういう事物は別やと存在や。でもそうじゃなくて、神対人間、しか見るものと見られるものは包括しているものの両面でないと見れないとか、ね、そういう対峙ができないと。包括するものがあるから対峙ができるというふうに考えたら、包括者として神と人間の区別が使用されると。神も人間も包括者の現れやということですね。だから永遠なるもの、普遍性なるものを神として認識するわけね。いろんな事物や出来事や存在のですね、中にある永遠なるもの、不変なもの、まあ意義のあるものというか、そういうことをですね、神として捉えるということですね。それで人間はその主観の意識として捉えると。そしたら結局包括者の両面になるわけですね。だから全てのものは包括者の現れやから、全てのものの中にそれを包み込むですね、普遍的なるもの、永遠なるものが入っているわけです、ね、包括者の現れやから、ね、そういうことで、だから神も人間とは別物ではないっていうことになりますよね。だから事物の集合として世界を捉えればね、個々の事物は神じゃないわけですけど、神はそのそこから別に存在することだけど、しかしその別に存在する神っていうのは普遍性であり、まあ言ったら永遠なるものなんですね。永遠なるものや普遍性っていうのは有限な個々の事物や現象や出来事や、そして、まあ、個々の人間の生き方の中に、生き様の中に含まれていなければどこにもないわけですから、だからそれは包括者の、現れであるわけですね。だから人間の中に、まあ人間だけじゃなくて人間の体験の中に、あるいは人間が見るいろんな出来事、事物の中に神が現れているわけですね。あるいは神の現れとして包括されている、神の中に包括されているということですね。まあそういうことなんですよ。まあ何回も繰り返し読んだから分かるということでもないかも分かりませんけど。
これはね、僕もね、そう、この法解釈でね、ものすごく時間かかりましたね、理解するのに。で、今でも理解できてるかどうか問題かもしれないけれども、ある程度理解できるようになるまで何年もかかったですからね。だから一回聞いてわかるとか、そんなふうな問題レベルの問題ではないんですよ。でも一回聞いとくね、うちはありますよね。でまたちょっと思い出した時にまた読んでみるというふうにしていけば、だんだんね深まってくるかもわかりませんね。まあそれはやっぱり包括的ヒューマニズムの理解にもつながるわけですけど。というわけで、そこまでやね。これの話しとこうか。もう1分か2分で。こういう、この有限な事物の中に永遠を感じるときありますよね。刹那にね。それがやっぱり、あれなんですね、相対的で有限な存在が絶対的で無限な存在の現れであるということを感じるのは、この有限な事物の中でね、無限に滅びないものを感じるときです。この水滴というのはピカッと光るときにすごい美しく見えますけども、それ瞬間でパッとまた落ちてしまってなくなるんですけどね。でもそれを見たっていうことはすごい感動として残りまして、ここに永遠を感じるわけですね。でそこにだから全てのものが含まれている、意味が含まれていると思って、まあこれを見たことによって自分は生まれてきてよかったなという、この瞬間の中に永遠があるという、それを理解できへんかったら人間は有限で死んでいかなきゃいけないから、死んでも死にきれないわけですね。まあ、そういうことでね、そういう体験を常に求めて、発見を求めて生きていくという、だから仕事の中にもこういうこと体験するんです。ある瞬間にあっとこれだっていうような、まあ仕事をしてる時もあり得るし、こういうふうに花を見ている時もあり得るし、まあどんな時にあるか分かりませんね。フォーリンラブした時にあるかも分からないし。まあそういう刹那に瞬間をか、あ、永遠を感じるということですよ。そこに、生きる意味を見出す、悟りを見出すというようなこともあるかもしれないということですね。その手応えみたい。だからどんな時に訪れるか分からないから、常に身構えとかなきませんね。見逃したらあかんということですね。ですから神観念もですね、いろんな諸事物と並んで神というのはその諸事物以外のものとして別にあると思ってたら、体験できなくなるんですよ。物の中で神を発見できないからね。だからヤスパースも超越神論やから、ある程度その事物と別に神があると思ってるわけやけども、しかし神が現れなあかんわけですね。包括やからね。いろんな、だからこういうものの中にこう現れるわけです。こういうものの中に現れるわけやけど。でもこれを神やと言ったら、有限な事物が神になってちょっと矛盾するんですよね。キリスト教やユダヤ教の神観念から。だからそれ言いにくいんですよ、ヤスパースも。だからこれを暗号というね、神の暗号、ね。暗号という言葉で言ってますね。だから半信論になりきれないから、そういう言葉を使ってしまうんです。半信論というのは全てのものがそのまま神の現れやと思うことですね。だからそういうふうにはまあなりきれない、キリスト教信仰してるからね。だからどうしても超越神論で行くから、個々の自分と離れて神があるという観念がこびりついてるから、神が頂戴であり、包括者であり、ね、包括者やから
全てのものに現れるわけですね。まあ言ってみたら。そうすると反神論になってしまうんです。でも反神論と認めたくないから、紙の暗号という暗号、ね。ちょっと面白いですね。そういうことで。まあいいか、これで。一回これ入れたんですけどね、なんか納得できなかった。全部消して入れ直したんですよ。で、そういうことでおしまい。